新書大後記は吉川英治の歴史小説である、豊臣秀吉の反省を描いたもの。読売新聞に1939年1月1日から1945年8月23日まで連載されたが中断した。単行本は新庁舎から1941年から1945年にかけて9巻まで刊行された。 後1946年から1949年にかけて6教出版部から全11巻で刊行された。小巻、長久手の戦いで終わっている。1959年版1959年に小説と同名のドラマが放送された。源義経に続く日本歴史シリーズの第二作。制作は毎日放送。 主演は1953年版映画に主演した石井和夫、小野昇の監督デビュー作。関東地区は1959年5月8日から同年7月31日までネットの毎週金曜19時30分20時に放送。毎日放送側では金曜19時19時30分で放送。放送期間は不明。 スタッフキャスト1965年版1973年版1973年5月2日から1973年9月26日にかけてネット系列にて小説と同名のドラマが放送された。ネットでは14年振りのドラマ化で唯一の1時間作品となった。このドラマは東映東京撮影所の制作による当時の人気俳優 人気アイドルを抜擢して話題を呼んだが同時期に同じ時代舞台設定で大河ドラマ国鳥物語が放送されていた影響か視聴率的には振るわなかった番組タイトルを当時の内閣総理大臣でもあった田中角栄が書いているスタッフキャストありがとうございます